にちは、大友恵里です。よろしくお願いします。今日は、イメージしているものとか想像、連想で、お芝居には一番大事だなって思っているので、それをもっと細かくみんなと一緒にレッスンしたいと思いますので、皆さんもちょっと集中力アップとかこうイメージしていく、だから結構脳が疲れます、体が疲れるというより、そんな、レッスンをしたいと思いますのでやっていきましょう。では、私が今いろいろ言葉を出していくので、反射的に、なんだろう、頭に浮かべてください。私がタイトルを何とかっていうので、ああなんとかだ、例えば丸って言ったらボールとか、そんな感じでみんなが反射的に今思い出していくものをどんどん思い出していってください。いきますよ。目をつぶってやる方がやりやすかったら皆さん目をつぶって大丈夫です。ではいきましょう。丸、手紙、海、スーツ、冷たい、空、夏、バイク、歯磨き、赤、硬い、馬、靴、汗、ご飯、亀、宝物、遅い、暑い、水、カバン、部活、お酒、揺れる、黄色、お寺、酸っぱい。どうでした？いろいろなんか瞬発力だから、あっみたいな感じで私が次々言っちゃったかもしれないですけど、とにかくタッタッタっていろいろ思いなんか浮かべられたかなって感じだと思うんですけど、さらに今度は一つのものをもっと奥深く下げていきましょう。例えばさっき言った一番初めの丸って言ったら、100点、これもみんながどんどん思い浮かべててください。100点、ボール、マンホール、丸亀製麺、タイヤとか、こうとにかく丸について思い浮かべるものをどんどん浮かべていってください。ただし、変化球というかとして、お皿、お寿司、わさび、辛い、ラーメンって感じで連想していっても構いません。なので、間違いとかそういうのはないので、とにかくみんなが今思い浮かべるものをどん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 浮かんでいきましょう。一つのお題で4つ5つ、皆さん思い浮かべて連想してってもらって次のお題に行きたいと思います。あとでまた時間ができたらそれが10個30個とかってなっていけたらいいと思うので、いきますよ。タイトル、お正月。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ。そうだな、じゃあ次なんかもうちょっと連想しやすいやつ、日記いきます。タイトル、日記。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ。じゃあラストいこうかな。タイトル、犬。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。どうでした？なんかこういろいろ想像できて、なんかあ発展していくっていうのもあるだと思うし、さっき言ったように奥深くやっていくっていうのもあると思うので、そうするとあ自分はこれを丸って思ってたんだとか、でなんかもう例えば青だったらなんか青春とか
なんかそうやって青のものだけじゃなくてそうやって広げていけたら、あと冷たいとか青なんだろう、心が冷たい、心とかっていう連想でもいいと思うので、そうやってこう違うところに連想できていけるとなんかもっと楽しくなっていけると思うので、それはなんかいろいろなこう発想力とかにつながってくると思うのでやってみてくださいって感じで、皆さんこうやっていろいろなものを感じたりとかしながら、日常のものなんか結構目についたものを今度想像し始めちゃったりして電車乗り遅れたりとかしないようにしてくださいね。ではまた、皆さんとレッスンで会えるの楽しみにしているので学校に遊びに来てください。さようなら。